はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日ですね、究極テクニカルバトル絶望と怨念の復讐記、青の試練編ですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとフレンドはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー青ツェベリですね、ジョナサン・ツェベリですね、機動とハヤブサ、スピードブーストですね、つけています。続いてシゲチですね、先導何も死ぬことはね、仲間連携 ATK ブーストですね。続いてロハンですね、多色 ATK 移動距離ブーストですね。そして取り込む経験イカス様をつけています。スタンバイにはですね、ケスバリを入れてます。侵略と勝利ソニックブースト必ず仕留めてくれよを入れています。そしてフレンドにはムダビオですね、迎えてます。では参ります。ケツバリで行くとね、結構長いんでね、どうしようもないんで。おっと、失礼しました、電池がなかったようですね。では強くになりましょう。ね、まあこれはちょっとした感じでいいでしょう。それでは、弱点をね取っていて、走っています、これぐらいでいいかな。あ、全部倒しちゃいましたね。もうここはね、ターンスキップしてもいいから障害物をなくしておきましょう。はい、なんともないですね。では弱点を突きながら、OK ですね、 OK ですね、 OK ですね、倒しました。あとはシトロハエに気をつけるだけですね。前のに気をつけつつ、この距離ならおそらく大丈夫でしょう。はい、シゲチはこれで解散ですね。あとは勝手に自爆してくるのを待つことです。はい、1ラウンド無事クリアですね。続いて2ラウンド目ですね。今度は考えなくてはいけないね。一応ケツバニーバニーじゃないですね、相手のバニラを倒す方向で動いていこうと思ったら間違えてますね。はい、ロビンズが出てきました。今度はですね、弱点を突き続きたいんですが、動かれてもしょうがないので、ナイフの方がね、相手ナイフの方が怖いので、こうしておきましょう。もうしょうがないです、ダメージ受けるの。OK ですね、なんとか倒せております。
今度はリオに向かってきちんと弱点がつければあとは OK です。 OK ですね。もうはい、ヨハンは死んでも大丈夫。ゾンビロハンだ、大丈夫ですね。さあ今度もですね、動いてはくるけども死んじゃった。でも何も死ぬことはねえで、なんとかなりました。さあ今度はもう何も考えずに、青女戦士でね、これは倒した感じですかね。いや、まだ倒せなかった。さすがにしぶとい、あんなところにいたらね、しぶといですね。まだ残ってますね。まあ、押し出すようにして、これで倒れてください。倒れてくれたかな？あ、くれました。じゃあ、はい、2ラウンド無事クリアですね。さあ最終ラウンドです。最終ラウンドはね、気をつけるべきは5ゲージ溜めないというところですかね。さあそしてジョナセフで押し込んでいきましょう。ちょっとね、カビコンがついてないんで、バイクが弱いんで、どうなるか、早くはちょっと倒せないですけどね、今度はいつでも止まれるという利点があるので、鉄板にこっちが強いですね。どんどんいっちゃいましょう。ミタビオが何か踏んでますが、大丈夫だそうですね。お、3ゲージは確保。弱点をつきにくいですね。まあ、リオに向かって一応行ってみましょう。ちょっとですね、さっきは失敗したので今度はカーズに向かって弱点をついていこうと思います。おっつけた、今度はもう大丈夫だ。しかしそんな動き方しちゃったら嫌ですね。ゲージが没収されましたが、もうね関係ないですからね。ムダリオでも走っちゃいましょう。ジョースケが倒れてくれるのを待つだけです。ジョースケが倒れてくれるかな。倒れましたね。はい、無事クリアすることができました。かなり下りましたけどね。
クリアすることができました。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。ではまたどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバダイ。